こんにちは、荒木和弘です。では、三年五月十八日火曜日のショートメッセージをお送りします。今週は二十二日土曜日。えー、朝の九時半になると思いますが、えー、北九州市でですね。あの失踪した加藤久美子さんの最後に目撃された場所で、えー、ライブを行います。 でえー、その前に加藤久美子さんのことをちょっとお話をしておきます。で、これが、あのーまあ、あの特定秘書者家族会で出した、えー、ただいまも言えない、おかえりも言えない、でこの中で、えー、ここに乗っかっているこの女性が加藤久美子さんです、えー、ちょっと見にくいと思いますが、まあ後で、あのーえー、調査会のホームページなどで調べていただければ出てきます。 で失踪したのは昭和45年1970年の8月8日、まあ、ちょうど私の誕生日なんですけども、えー、その時に失踪されましたこの北九州市のご自宅を出てですね妹さんとお二人で出てで当時まだあの市内電車路面電車が走ってました西鉄の北九州市内線。 れ、えー、のですね大倉という停留所のところまで降りていってそこで妹さんと別れて消息があなくなりました、えー、妹さんはあその時ですね、えー、近くの大きな神社があるんですけどもそこで巫子さんをされてて、えーまあ、停留所のところで別れてもうそのままあということですで、えー、この事件はですねまあ,あのライブご覧頂ければ分かるんですけどもおともかく大通り えー、国道のですね、えー、そこをまああの路面電車が走っていた、で、朝の時間帯です、で、えー、そこが最後の消息ということで、まあ、どう考えてもあの、そんな街中でで、すねしかも朝ですから、えー、いきなり襲われて、袋をかぶせられて、ですね車に乗っけられたってことは、まあ、100%ありえないことです。で、そうすると何が考えられるのかということなんですけれども、例えば一つあるのは、 車で乗っかっていかないかっていうふうに声をかけられたということですねで、えー、まああのお仕事はお勤めは小倉の方へつまり東へ向かって電車乗っかってましたからそちらの方向に行くから一緒に行かないかというふうに言って車に乗っけられて行ってそれまでという可能性がまあ高いのではないだろうか。 まあ特にその前後であまり変わったことはなかったというふうに聞いてますので例えばご本人が自分の意思でどっかへ寄ってとかいうことというのはちょっと考えにくいかなというふうに思います。で、えー、じゃあ車でというふうになった時に例えば全く身も知らない人間が寄ってきてですね車に乗っていかないかといって乗ってったかというとこれなかなかちょっと考えにくい。まあ、昔は今よりりも、まあ、かなり あのそういう点警戒はしない人が多かったとは思うんですけどそれにしてもいきなり全く知らない人がですね朝の通勤の時にやってきて、えー、乗ってかないかっていうふうに言ったらまあちょっとやっぱり、えー、難しいだろうと。とすると加藤久美子さんを知っていた人がですね連れていったという可能性が少なくないのではないだろうかというふうに思います。 でえー、例えば、作戦を、まあ、例えば加藤さんを拉致しようとして、えー、作戦を組むとして考えてですねやはりあの全く知らない人間が、えー、そこに行って声をかけるというのは、まあ、非常に難しい、えー、そう簡単にはうまくいかないやはり知っている人間を使うと逆にその知っている人間がいたから加藤さんがターゲットになったのではないだろうかというふうに思います。 で加藤久美子さんはあの北朝鮮で、えー、金正日政治軍事大学の中で安明神が目撃をしています。これはもうあの安明神はもうこの人に間違いないというかなりはっきりした、えー、証言をしてるんですね。で安明神の証言もお、まあ、あの朝鮮語でこう直接やり取りをしているとあのかなりこう詳細でレベルがいろいろあってあのこれは間違いないっていうのとおこれは かもしれないっていうのとかですねこれは人から聞いた話とかまあそれはかなりはっきり本人はあの分けてくれてました加藤久美子さんのはまあこの人間違いないという証言でしたまあ、北九州はやはりあの朝鮮半島近いですしまあ在日も多いですしまあそういう意味ではですねいろんな工作活動の現場になったということが十分に考えられるのではないだろうかというふうに思います、えー 皆さんあのこの間の仰天集会の時に我々あの申しましたけどもこれまであの多くの方々がまだ今でもおそらくまさかと思っているようなケースつまり1990年代あるいは2000年代以降 のケースそれから1960年代以前のケースまた太平洋側とか内陸とかそういうようなところにですね実は非常にもう拉致とか工作活動は行われていたんだということです加藤久美子さんの失踪した場所ももちろん海岸ではありません、えー、どこでもあり得たんだということをですね ぜひとも考えておいていただきたいと思います5月22日土曜日9時30分から現場でライブを行いますお時間のある方ぜひご覧くださいまた今後ともいろいろ現場のライブ進めていきたいと思いますご協力をよろしくお願いいたします今日もありがとうございました